アケルナル、またはエリダヌスザアルファー星は、エリダヌスザで最も明るい恒星で、前天に21個ある一等星の一つである。エリダヌスザの南端にある。アケルナルは、2つの恒星からなる連星で、主星はエリダヌスザアルファー星 A、番星はエリダヌスザアルファー星 B と呼ばれている。引っ張るコス衛星による年収示差の値からすると、 アケルナルは地球から約139光年離れている。主星はスペクトル分類においては B 型主系列星に分類される。主星は時点速度が異常なほど高速なため、形状は回転楕円体になっているとされている。番星は A 型主系列星で、主星よりも小さく、主星からは 12AU 離れている。 明ケるなるの席位はマイナス57度14であり、北位約33度より北では、地平線より上に登ってこない。そのため、日本では、鹿児島、宮崎、高知南部、熊本南部以南の地域でしか見ることができず、北半球の多くの国々では全く見ることができない。また、沖縄などでもあまり高く登らず、南の空に低く見ることしかできない。このため、 かなり明るい星にもかかわらず、日本での知名度は相応高くない。しかし、南半球では青白い輝きが目立ち、オーストラリアのシドニーでは年中沈まない、終極星になる。また、近くにショーマゼラン雲もモモ見える。アけるなるの想像図。時点があまりに早いために遠心力で引き伸ばされているという説がある。また、表面は高温のため青白く見える。 主星、アケルナル A は、質量が太陽の約7倍もある、青く輝く恒星である。スペクトル型は B6 ベップ型で、太陽よりも3150倍明るい。超大型望遠鏡 VLT による観測で、アケルナル A の周りを公転している番星、アケルナル B が発見されている。番星、アケルナル B はスペクトル型が A0VA3V の A 型。 主系列性とされており、質量は太陽の約2倍とされている。主星からは 12.3au 離れており、光天周期は少なくとも14から15年である。2003年のヨーロッパ南天天問題の VLT 干渉系による観測により、明けるなる A が赤道方向に極めて潰れた形をしていることが分かった。赤道方向の直径は、 太陽の約12倍、極方向は約7.7倍であり、赤道直径の方が極直径よりも56%も長い。これは秒速約 250km という猛スピードで自転しているためだと考えられている。自転軸は地球に対して約65度傾いている。ただし、開けるなるは2個の構成からなる連星のため、これは ケプラー軌道を公転している番星、アケルナル B の存在も無視できないとされている。同じような形状の構成として、レグルスがある。この極端に歪んだ形状により、アケルナル A には表面温度に著しい差がある。国地域では2万系以上だが、赤道では1万系以下であり、全球での平均は1万5000系である。表面温度が高い局からは、表面からガスが放出され、 強い極風が生じる。実際に、アケルナル A では、周囲にガス円盤が形成されていることを示す、赤外超過が観測されている。イオン化されているガス円盤が存在していることは、BE 性の共通の特徴である。円盤は安定しておらず、定期的に恒星に落下してゆく。アケルナル A の円盤の最大変更が2014年9月に観測され、 現在は減少している。アケルナルは、現在一等星とされる21個の構成のうち、古代ギリシャ人に知られていなかった唯一の星であり、西洋の観測記録に最後に登場した一等星である。地球の再差運動により、紀元前3400年頃のアケルナルは、赤いマイナス82.60度と天の南極の近くにあったとされる。 したがって古代エジプト人はその存在を知らなかった。西暦100年でもセキ位はマイナス67度でアレクサンドリアにいたクラウディオス・プトレマイオスもその存在を知らなかった。一方、エリダヌスザ・シータ星はクレタ島の北側で観測できた。よってプトレマイオスはエリダヌスザの南端をシータ星としていた。明けるなるが、 アレクサンドリアで観測できるようになったのは1600年頃であった。アケルナルを記載した最初の製表はオランダの航海者ペーテル・ケーセルがインド洋を航海した際に残した記録を参考にヨハン・バイエルが作成したウラノメトリアであった。2000年3月までは一等星同士の距離が最も研究上で離れていたのはアケルナルとフォーマルハウトで 開けるなるから見て最も近いのはフォーマルハウトで、フォーマルハウトから見ても開けるなるが最も近かった。それ以降は、サソリ座のアンタレスとなっている。なお、サソリ座には多くの二等星があるが、開けるなると、フォーマルハウトには周辺に明るい恒星がない。開けるなるは、その後、数千年かけて北上しており、8000年から1万千年後には、最北点に達し、 ドイツやイングランド南部付近の真上を通るとされている。バイエルフ号における名称はエリダヌスザアルファー製で、フラムスティード番号はない。アケルナルという固有名はアラビア語で川の果てという意味であるアキアアンノルに由来する。これはアケルナルがエリダヌスザの南端にあり、オリオン座の西から始まるエリダヌス川が蛇行しながら南へ流れ、 アけるなるで終わるように見立てられたことから来ている。中世までエリダノス座の本来の南の端はシータ星であり、赤丸という故障自体がアラビア語で川の果てを意味するアラビア語、アーヒル、アンナフル、アキアアルノルに由来したものであった。ルネサンス期にエリダノス座が南に拡張された時に川の果ても南へ移動し、現在のアルファー星が新たに川の果てとなり、 赤丸と同じ秋アールノルノートに由来する、開けるなると呼ばれるようになった。開けるなるは A と B からなる連星のため、国際天文学連合によって、構成系をまとめたワシントン重声カタログに登録されている。2016年、国際天文学連合は、構成の固有名に関するワーキンググループを組織した。ワーキンググループは、対象となる構成が連星系の場合、 最も明るい構成に、その名称を付与することとしている。2016年6月30日に、国際天文学連合の構成の命名に関する、ワーキンググループは、A カーナーを、エリダヌス・ザ・アルファー星への固有名として、正式に承認した。中国では、アケルナルは、ゼータ星とイータ星とともに、水井と呼ばれるアステリズムを成している。その中で、 アケルナルは一番目の構成とされているため、水市と呼ばれている。オーストラリア・ビクトリア州の北西部に居住する、ブロン人ンは、アケルナルをユーラーリトカークと名付けた。ありがとうございます。